今日のトピックはリスナーさんからの、質問です。日本在住の英語に目覚めた親父さん、なんかそういう人から来てるからの、質問です。最近結構年配のお父さんから。そうです、ね、素晴らしいことですよ ね、 娘なんかホームページかなんかで優子のこと見たのかな。自分の娘に似てるんだけど日本人なんですかと聞いてるじゃないですか。血は日本人ですけど ね、まあ、優子はカナディアンなんです。一応カナディアンで、はい、じゃあちょっとその方の、ね、からいただいたメールを紹介したいと思うんですけども、いつも楽しく勉強させていただいてます。テキストや参考書には載っていない生の英語の使い方を現地から臨場感のある放送で聞けるのはとても楽しいです。ところで一つ教えていただきたいことがあります。例えば She is、 She is は意味上でどう違うのでしょう。また同様に It is、 It's、 I will、 I'll、 また Would not と Wouldn't など英文を読んでいると微妙に使い分けがされているようなのですがよく理解できません。よろしくお願いします。これからも放送頑張ってくださいね。そしていつまでも放送が続くことを願っています、というありがたいメールをいただいたんですけども、ありがとうございます。はい、ということで日本語 英語で言うとこの短くする It is を It's に短くするのは英語で言うと Contractions で習うんですね。小学校の頃から Contractions、 意味は同じです、うん、何も違い、意味の違いはありません。 It is はIt's, I-T, apostrophe, このチョン、apostrophe S って言うんですけど、It is は It's。それはただ短くした。英語で contract っていうのは、短くすること、うん。なので、ただ単に短くされている。言いにくいので、日本語でも結構何でもかんでも短くすると同じことで、うん、英語では He is, He is よりも He's, He's。うん、で、よくもうこれは口語で使う言葉なので、まあ、本読んでてもこういう contractions も出てきますけれども、論文とかもっとエッセイタイプな書き物は contractions は使いませんね、うん、だから UBC とかでよくエッセイを書いてたんですけど、そういう時はもうちゃんと You are をそのまま書いたりしてます、うん、最近の若い人なんかはもう動詞もつけないで発音してる人は結構いるよね。あ、うん、そう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 、ね、もっと短くなってきてるって感じなんだけどだから意味的には全然違いはないんですけれども、ただ話す英語と書く英語との違いですね、うん、まあ He is でも言っちゃっていいんですけど、ただ言いにくいっていうかね、 He's、うん、He is よりも He's 使った方が喋りやすいからみんなそういう風に言ってます、うん、でここでちょっといろんな contractions の例を紹介してもらおうかなと思うんだけども、はい、紹介したいと思います。 She is を短くすると She's、 She'sWould not. He would not listen to me. He would not listen to me. He wouldn't listen to me. Yeah, he wouldn't listen to me. 怒ってる時に He would not listen to me. 怒る時って強調したいからね。そうそうそう、強調したいし、なんか結構ねゆっくりとっていう。Not を強調してるっていう。そう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 、Not を強調しているので、しないのよっていうとこをやっぱ強く言いたいわけじゃない。そういう時はい、まあ、省略するよりかね、ちゃんとこう、うん、そして You are を省略したのは You apostrophe そのチョンね、 apostrophe RE なのね、うん、You're my best friend、 You are my best friend、うん、You're my best friend、 でも Is this your telephone?、うん、この Your はスペルが違います。この場合は Y-O-U-R、うん、でも発音は同じ。発音は同じ。でよくこっちの人もみんな間違えるんだけれども、うん、カードを書くときとか You're the greatest、うん、それを間違ってこの Is this your phone? あなたの電話っていう、うん、あなたのその Your を使っちゃうんだけれども、うん、そこでちょっと気をつけた方がいいと思うんだけれどもね。私もよく間違えるんだけども、あと発音が似てるのは There、うん、There's lots of theirs. There's three kinds of theirs、うん、まあ、待ってね。 Do you know? ヒロミ?There. Yeah, the can you tell me the three different theirs? 彼ら? So 彼らは they are を省略すると there. There. So T-H-E-Y apostrophe R-E. So, so, so. Okay, and then the second one? 彼らの the T-H-E-I-R. Yeah. And then there, it's their house. 彼らの家. Okay. And then...There is とかね。Yeah, yeah, 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 yeah. T-H-E-R-E. Yes, there is a microphone on our table.
あと contractions はあの質問疑問文でも使えます、mm. For example What's this? Yes, exactly、mm. What's this? What? What is this? Yes, what、mm. is this? What's this?、Mm. What is this? How about waddle? Waddle? What'll you do when you go to Toronto University? Why are you... Why do you want to go? What'll you do? What'll you do when you What go? What are you going to do? でも何の省略これは What'll you do? What'll you do? What'll you do? 初めて聞きましただってこれはよく聞かないっていうかこれは喋るとき本当に時だけ使う、うん、そうだね多分これはなんか急に言っちゃってるから分かんないと思うけど、うん、多分あの普通に喋ってると分かると思う、うん、What'll you do when you go to Toronto University? What'll you study? What do you do? What are you studying? What'll What'll?Waddle. わかんないよね。What'll you do? ゆっくり言うと What'll you do? What are What'll What'll って何ですか Okay. I'll help you. What will you do? What? What will you do? それをもう早く何回も100回も言うと What'll you do? What'll you do? What'll you do? What will you do when you go to Toronto University? What will you study at Toronto University? What'll you study? What'll you study at Toronto University? I ain't って言うんですか I ain't とは、まあ、いろんなことの省略に使われるんだけども I'm not を汚い英語乱暴なっていうかね乱暴な汚い英語なんですだからあんまりあの、まあ、女性は使わないかな聞かない結構若い男の子たちとか、うん、I ain't gonna go with you あの、うん、映画とか見てるとよく、うん、まあ、ずいぶん前からある言葉なんだけども、うん、どっかの発音から多分 Southern Americans、うん South, Southern Americans っていうのはね、ルイジアナとかニューオーリンズで結構アクセントが強いから、ね、そこからなんか来てるとも思う感じもするないともないね、うん